じゃこ天やかまぼこに使う魚は宇和島の魚市場と八幡浜の魚市場から仕入れています。四国愛媛県の南西部に位置する八幡浜市は太平洋の黒潮が流れ込む宇和海に面し、四国有数の魚市場には豊富な魚が水揚げされています。海と山と豊かな自然に囲まれた八幡浜の人口はおよそ3万人。八幡浜といえばトロール漁が有名です。古くからトロール漁が盛んで、四国でも唯一の沖合トロール漁船の基地です。八幡浜市のトロール漁は沖合で2隻の船が1組になって網を引く伝統的な底引き網漁です。大正時代に始まり、最盛期の昭和23年には54隻が操業していましたが、漁獲量の減少や後継者不足などから今では四国で唯一八幡浜港の2隻のみが操業を続けています。トロール漁の漁期は毎年9月1日から翌年の4月30日までと決められています。漁が始まる9月1日の漁期の最初の船出には、数多くの方々に見送られながら出港していきます。岸壁に並んだ船が船出していく際には、紙テープを持った家族などに見送られながら大漁旗をはためかせて漁場に向かっていくのです。今回乗せてもらったのは、四国唯一のトロール漁を行っている昭和水産の海光丸。5月8日0時に八幡浜を出港し、5月11日深夜帰港予定です。今回は試験操業ということで、高知沖でトロール漁による漁獲量や魚種などを調査評価することが目的となります。まずは目的地に向けて出港します。近い漁場で4時間、遠く離れたポイントへは10時間を超えて航行することもあります。通常の出港時間は夜中から早朝にかけて、網入れの時間から逆算して時間を調整します。選ぶ魚種の水揚げ状況、売れ行きや平均単価、入港予定日から操業場所を選定します。水温や潮の流れ、天候なども漁場選定の大事な要素です。とわみのポイント、時間などはすべて漁労長の決断です。天候などの自然条件や過去の水揚げデータと合わせて、レーダーやプロッターなどの最新漁労機器も駆使してポイントを選びます。ロープを重船に渡し、2隻で1つの網を引き操業が始まります。1回の操業は2時間から3時間、その間船員たちは束の間の休息です。海の上で働く彼らにとって、このひとときの休息は貴重なもの。寝たり談笑したり、次の作業に向けて体を休め、心をリフレッシュさせる時間となります。一仕事を終えた後の食事は、船の上で一番楽しい時間です。メニューを手掛けるのは厨房長、乗組員全員の食事を担当します。新鮮な魚介類を使った美味しい料理が
乗組員たちの心と体を満たし、笑顔と満足した表情で船内に幸せな雰囲気を広げます。操業開始から約2時間、いよいよ網を巻き上げていきます。どの魚がどのくらい取れているのか緊張の瞬間となります。引き上げた網も魚を選別する場所に移動していきます。網に入った漁獲物の状況を瞬時に見極め、素早く次の漁場を選定します。この目利きと情報の連携は漁船長の大切な仕事です。水揚げされた魚を種類、サイズ、鮮度ごとに選別していきます。トロール漁の中でも最も人手と手間のかかる工程です。ここでの素早い処理が魚の鮮度を保持し、市場での高い評価につながることになります。これら漁場の選定から投網、操業、網上げ、選別の工程を繰り返し行い、一定の量が揃った段階で漁を終えます。海の上で過ごした日々の思い出や苦労が交わる中、帰港への期待と緊張が漂います。そして待ちわびた母港への帰港となります。早く荷揚げされます。平均で1000から1500箱の豊富な魚がサイズごとに魚市場に並べられます。魚種ごとに並べられた漁獲物は一斉に競りにかけられます。競り落とされた魚は仲卸さんの手でそのまま出荷されていきます。残す、これから次世代にってことですか。ああ、やっぱりね、託す。